全国のプロレスファンの皆さん、こんばんは。全日本プロレス97年の最後を飾るシリーズ、97世界最強タッグ決定リーグ戦第2戦です。東京水道橋後楽園ホールに場内拍手喝采、金丸義信登場であります。21歳です。すでにリングには金丸が控えています。シングルマッチ対するは22歳滋賀健太郎、金丸の先輩登場。若武者同士の息のいいファイトを期待しましょう。デビュー2年目に入っています、金丸義信。こちらはデビュー4年目に入りました滋賀健太郎です。画面向かって左、体の大きい方が滋賀健太郎先輩です。金丸の2年先輩ということになります。髪を後ろで結わえている、今小刻みにステップをしています金丸。30分の一本勝負です。シングルマッチ、金丸義信対滋賀健太郎です。シンクのショートパンツ、今背中が見えている滋賀健太郎、一方画面今背中が見えます金丸義信です。どちらも白いブーツ、まずタックルに行きました金丸、バックを取ります。グラウンドの展開です。前から抑えにかかります金丸、大きく足を踏ん張ります。金丸を倒して上になります滋賀。まずは序盤戦、グラウンド戦の攻防から入りました両者。さばくレフリーは山本義弘です。少しずつ立ち上がってファンダメンタルポジション、スタンディングポジションに移行しました。一旦ブレイク。こちらが金丸です。21歳173センチ、78キロ、山梨県甲府市出身です。金丸ヘッドシターズに捉えました滋賀。滋賀の方が2年先輩です。滋賀健太郎は22歳、今年の12月6日で23歳を迎えます。さあ金丸をヘッドシターズに捉えた滋賀、ブリッジです。体勢を返してヘッドシターズを発送というところ、見事に外れました。場内から拍手が巻き起こります。東京水道橋後楽園ホール、97年世界最強タッグ決定リーグ戦、今日この後楽園ホール最初の試合です。後輩の金丸が先輩の滋賀を攻めていきます。腕を取りました。強引に滋賀をねじ伏せていく金丸です。投げられます。さらに投げ返して体勢を入れ替えました。滋賀の腹筋のあたり大きく波打っています。2年先輩を堂々と捉えている金丸、今度は足をかけて倒した滋賀、レッグロックに入っています。今下になっている金丸義信は去年の7月にデビューいたしました。井上正雄と組んでのタッグマッチ、デビュー戦は朝子滋賀組との対戦、デビュー戦の対戦相手にもこの滋賀がいました、金丸です。今年の2月にはタッグマッチでこの今対しております滋賀から初のスリーカウント白星を挙げております。しかし今シングルマッチではまだ勝利を挙げておりません。未勝利の金丸です。さあ果たしてシングル初勝利になるんでしょうか。91点も今触れようとしています。ヘッドスタースに入りました、ヘッドロックに入りました。滋賀後輩の金丸を上になって攻めていきます。グラウンドの展開です。滋賀健太郎は茨城県勝田市の出身です。宮城県の仙台一高を出て93年の5月にこの全日本プロレスに入門いたしました。94年の2月21日にデビューしています。滋
志賀健太郎デビュー4年目。さあ先輩をロープに来た金丸、タックル、これは先輩が勝ちました。地に伏せる金丸、飛び越える志賀、ドロップキック、早いカバー、片指固め、カウントは一つです。後輩のカバーを跳ね上げました志賀です。さあそして今度はニュートラル、いや赤コーナーに詰めてソバット、前に倒れます志賀、さらにストンピング、少しずつまとめている感が乱れてきました後輩の志賀です。一方パーマをかけている志賀健太郎です。金丸が強引に志賀の首のあたり攻めていきます。そして今度はカバーの体勢、カウントは一つ、先輩の志賀に対する声援がこの後楽園ホールに飛んでいる。おっと今度は嬉意識逆十字固めに入りました。シングル初勝利を向けて堂々のファイトを展開しています金丸。おっと逆に金丸の肩がつきましたが、これはカウント2。30分の一本勝負、ここで試合時間は5分を経過しています。キーロックに入りました金丸です。もともとスピード、それからプロレスのセンス、バネには定評のある金丸ですが、最近ではこうしたグラウンドの展開もいい技、そしてつなぎ技を覚えています。さあここは先輩の志賀が少しずつ体勢を返していこうというところです。弁慶の泣きどころ、すねのあたりを攻めていきます。足へのストンピング、さらに左足へ攻撃を集中します。盛り上がる筋肉、大胸筋がムキムキであります志賀健太郎。強引にリングの中央へ戻してロープから非常に遠い位置でシングルのボストンクラブ、肩逆エビ固めに入りました。大きな声が出ています、金丸の声、この後楽園ホール場内にこだましています。金丸悶絶の表情、ほふく前進。サードロープがもうすぐ見えてきました、あと1メートル。サードロープまで届くかどうか、ロープブレイクです。2年先輩志賀の攻撃をなんとか逃れました金丸。しかしここから志賀の攻撃が始まります。もう一度リングの中央へ、足への攻撃、レッグスプリット、そしてなおかつ左足を締め上げていきます志賀です。パーマをかけている志賀、この秋パーマをかけました、本人はちょっとパーマをかけて失敗したかなというようなことも話しておりましたが、さあこの最強タックルで初々しい、そして若々しいファイトを展開している両者です。アキレス腱固め、ロープレイク。この時間帯は志賀健太郎のグラウンドでの攻防、その技に苦しめられています金丸です。未だシングル未勝利、シングル初勝利が今年最後にかける夢です。レッグシザースからそのままロックされました。これもリングの中央、ロープまでは非常に遠い。シングルマッチ、己の力でこのピンチを打開しなくてはいけません金丸です。あっと今度はニークラッシャー、マットにしたたかに膝を打ちつけられました金丸です。こうなると得意技の空中殺法、バネが使えなくなります。そして今度は鉄柱での攻撃、少しずつこの後楽園ホールの場内がその志賀のえぐい攻めに固唾を飲んでまいりました。シーンと静まり返っている場内、2年先輩22歳の志賀健太郎のえぐい攻め、
攻撃を受けている金丸は21歳です。あ、今度はセカンドロープを利用しての膝への攻撃。金丸義信の機動力、それからバネを奪っていきます。先輩の志賀、青コーナーへ振った、ドロップキック口出し式、前へゆっくりと倒れます。そしてカバーに入りました。エビ固め、あとはツー、なんとか金丸返しました。少しずつ金丸の息が荒くなってきました。スタミナも奪われています。やはり先輩の力は強いのか、先輩の意地か、それとも後輩の根性か。エルボーを受けました。仰向けに倒れます。カバー、さあどうか、あとはツー。しかしちょっと金丸スタミナを奪われています。ニュートラルコーナーに追い詰められました。いいところがありません。得意の空中殺法が出ない金丸です。ニュートラルコーナーバックダイブ、後ろへ回って、あっとこれは巻き投げ、ドロップキック。さあここが攻め時ですが、あっとしかしやはり左膝が痛むのか。1の矢2の矢は打ちましたが3の矢が打てません。金丸です。ロープに飛んだ、そのまま体を浴びせました。カウントは2。さあそして今度は先輩志賀をニュートラルコーナーで、おっと体をひねった、あとはツー。いろいろ工夫した技を凝らしてきます金丸ですが、カウント3は奪えません。さあ今度は対角線に振って胸元にパンチを2発、さらにロープに振ってどうするか、あーとショルダースリューがそのまま抑え込まれたが、逆に切り返したジャックナイフ固め、あーそしてさらに上になられた、切り返されてもう一度上になった。カウントは2。目まぐるしい攻防でした。場内から大きな拍手。おあーっとうまく丸め込んでいきました。カウントは2。腕をロックしてうまく丸め込んでいきましたが、金丸まだカウント3は奪えません。シングル初勝利まだなりません。体を見せた、あーっと逆に切り返された、金丸危ない。バツ、この辺り先輩の志賀よく見ています。わずかの隙をついて切り返してきます。金丸のシングル初勝利は遠いのか。さあ意地の張り合いになりました。スピンしてのキック、カバーの体勢、返すか、返しました。しかし髪の毛が知事に乱れます。さあここで志賀が一目にかかるか、後ろへ回った、さあどうする、帰ってくるところ、網打ち式原爆がため、カウント3決まりました。志賀健太郎先輩の意地を見せつけました。そして金丸シングル初勝利、今宵もなりませんでした。最後は網打ち式原爆固め、勝負タイム12分22秒、志賀健太郎が先輩の意地を見せて金丸義信をリング深く沈めました。しかし清々しい戦いでありました。97世界最強タッグ決定リーグ戦、若武者同士の対決、金丸義信対志賀健太郎、先輩志賀健太郎に軍配が上がりました。勝利を収めた志賀、花道を拍手に送られて引き上げていきます。最後の最後まで先輩志賀に対して果敢な戦いを挑みました金丸ですが、今宵も初勝利を挙げることはできませんでした。しかしその健闘に対して観客も拍手で送り出します。志賀健太郎が金丸を下しました。